遊覧船発着所乗船券売場北緯35度38分50.94秒、統計134度38分11.36秒、北緯35.6474833度統計134.6364889度、35.6474833、134.6364889遊覧船かすみまれは、 田島海岸航路において1949年から2016年まで運航されていた遊覧船事業の名称。運航する社員に津波三姉妹船長の愛称があった。運航は兵庫県三方文化未町の遊覧船か住丸遊限会社が行っていた。特に記載がない場合のデータは営業終了当時のものである。府から兵庫県を経て、 鳥取県に及ぶ山陰海岸国立公園のほぼ中央に位置する国の名称、霞海岸をめぐる遊覧船である。1949年に遊覧船の案内を務める三姉妹の父が会社航路を定め創業した。三姉妹による案内によって海岸船を周遊する三姉妹船長として親しまれ、後に 初代の三姉妹の娘にあたる三人が二代目三姉妹として、二世代で三姉妹船長となった。青い羽根墓菌に積極的に活動したことから、日本水難救済会から日本水難救済会会長表彰を受けた。2016年11月30日をもって営業を終了した。営業終了当時は高速遊覧船を三隻保有していた。 霞漁港東港を発着点として、道門や島々をめぐる3つのコースで構成されている。1コースは、霞港を出港すると東向きに進路をとって、霞海岸の東部に広がる今子浦沖に浮かぶ、黒島、白石島、帰る島、田島石壁などを周遊して折り返すコースである。2コースは、霞港を出港すると、北東方向に進路を取って、 今子浦沖に浮かぶ白島を霞め、そこから西向きに進路をとって、霞海岸の西に広がる岡見公園、田島松島、鉄砲島、鎧の袖、インディアン島、松賀、美百草崖沖で折り返す。3コースは2コースに加え、メガネ島、アマルベ鉄橋及び余り、ヘサキ東大沖を経て、釣り金道門で折り返すコースである。 遊覧船から望む霞海岸1コースでは、今小裏沖に浮かぶ黒島の五色道門と呼ばれる、亀裂型の道門に入ることができた。天井から太陽の光が差し込むと海の色が五色に変化することから名付けられた。すぐそばには、帰る島と呼ばれるカエルの形をした巨ガにや、田島石壁、大引きの花を海上から望むことができた。二、三コースでは、 中上雪里と板上雪里からなる高さ70メートル、幅200メートル、傾斜70度の鎧の袖を見ることができた。すぐそばにはインディアン島やチの巣島があるが、いずれも見事な中上雪里であった。3コースでは、田島美穂の裏にある高さ32メートル、延長200メートルにも及ぶ、世界最大級の道門である釣り金道門に入ることができた。 霞海岸は地質学的に貴重で多彩な地質遺産を有しており、山陰海岸、ジオパークのジオサイトの一つとなっている。同ジオパークでは、こうした地域資源を保護、保全したり研究したり、ジオツーリズムや教育に活用しているほか、地域社会に役立てる活動が行われている。2007年に中外総司と洋歌市長を会長とする山陰海岸。 ジオパーク推進協議会が設立され、2008年に日本ジオパークの認定を受け、2009年には世界候補地に選定され、2010年10月世界ジオパークに認定された。同社もこの活動に参加しており、2009年10月13日に町内で旅館、民宿などを経営する霞観光協会会員らが同選で山陰海岸。 ジオパーク研修会を実施した。2010年6月25日には、ツーリズム兵庫学会連携協議会の主催による、三陰海岸、ジオパーク大学制限地研修の一環で、神戸国際大学、神戸宿川学院大学のほか立命館大学、阪南大学の学生ら47人が同線に、乗船した。ありがとうございます。